3時ということで、はい、最後のコーナー始めたいと思います。ました。ではこれで今アップロードされております。どなたか今、ね、一緒にページ開いてますか。この時間最後のお時間ですが、お待ちください。3時ということで、はい、最後のコーナー始めたいと思います。では今アップロードされております。どなたか今、ね、一緒にページ開いてますか。この時間最後のお時間ですが、トリナチャンネルかよ。次の3時で最後のコーナー始めたいと思います。ね、지금중복되어있어요。ではアップロードされております。どなたか今、ね、一緒にページ開いてますか。最後のお時間ですが、トリナチャンネルかよ。次の3時で最後のコーナー始めたいと思います。ね、지금중복되어있어요。ではアップロードされております。どなたか今、ね、一緒にページ開いてみますか。最後のお時間になります。トリナチャンネルかよ。で、じゃあどうでしょう。あ、いつけちゃう。あ、죄송합니다。とっても지금오리가생겼네요。では、ということで、最後のコーナーですね。今韓国で流行っていることのコーナー始めたいと思います。ということで、今回はまた、トロ先生は引き続きですね、最後までということでご一緒していただいております。まず皆様に自己紹介をしていただきたいと思います。ではジュジュ先生いきましょう。私からですか。じゃあ、こんにちは。食べとくで韓国語を教えているジュジュと申します。今日は楽しいイベントに参加することができて光栄です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではですね、お次トラ先生いきましょうか。네、여러분들안녕하십니까。저는이제카페토크에서한국어강사를하고있는토라라고합니다。저는일본이랑한국의혼혈이고요교포고요일본어도원어민이고한국어도원어민인장점을살려서효율적이고빨리터득할수있는그런강의를진행하고있습니다。잘부탁드리겠습니다。아네가해주마では、最後にジナ先生どうぞ。네여러분안녕하세요진아입니다。네、저는지금프랑스파리에살고있고요。네、오랫동안일본어한국어의번역통역일을해왔습니다。네、카페토크에서한국어가르친지는아직두달밖에안됐어요。네、오늘잘부탁합니다。よろしくお願いいたします。ジナ先生、パリから今回参加してくださってるということで、ありがとうございます。朝早い時間に。ではでね、もう楽しみにしています。楽しみでちょっと眠れなかったですよね。 2,3 日ぐらい。そうです。ありがとうございます。ぜひ最後のコーナーですので、皆さん楽しんでいただけたらと思います。でですね、ご視聴の方ですね、右側におそらくコメントをかける欄ありますので、先生方この後、質問、皆さんにも質問投げかけてくださると思うので、ぜひぜひコメントで参加していただけたらなと思います。ではですね、早速、流行っていることについてお話ししていこうと思うんですが、なんとトラ先生がグルメのお話を持ってきてくださっているので、はい、グルメ聞いてみましょうか。최근에살짝이제제가봤을때앞으로분명이미살짝유행하고있고앞으로엄청대박이날것같은이제음식이있어요。그것은바로이제곱도리탕이라는음식인데요。곱도리탕이라는요리가곱창또닭볶음탕닭도리탕이라고도하죠。오오각기와왔다퓨전요리데네뭐이마한국의브로가とか로컬의人たちの間では右肩上がりのどんどん人気になってて、僕も1時間半ぐらい並んで食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。すごい、1時間半も。韓国の方ってそんなに長く列作らないです普通。だから本当は2時間待ちぐらいだったんですけど、みんなこうさささささってこう消えていってくるから、もうそこは協力の試合ですね。そうですね、早く食べて次の人もいるからっていう。うん、面白いです。어디에서먹을수있어요。인천부평이라는곳에서일단저는먹었고요。네네、한번드셔보시면지금이제곱도리탕부평이런식으로치시면나올겁니다。드시면은정말마지막에이제
사실 그 닭볶음탕의 약간 그 매콤하면서도 달달한 맛과 곱창의 약간 그 맛이 약간 퓨전되는 굉장히 맛있는 요리예요. 고기네요. 고기랑 고기의 조합은 타다시. 그렇죠? 그렇죠. 니꾸또 니꾸와 타다시. 그렇다네. 그렇겠네. 닭도리탕의 안에 곱창을 そうです。入れてる。そうです。そうです。すごくなんか独特ですよね。美味しいで甘す。辛い濃厚スープに鶏肉と野菜ともつ煮込みを入れてた。そうです。すごい美味しそうな、なんか元気が出そうな料理ですね。で、これ僕のおすすめなんですけど、絶対締めにうどんを入れて食べてください。美味しそうですね。甘辛いそのやスばいっーす。プと。もう今すごくお腹が空いてるので食べたいなと思います。ぜひ食べてください。あ、残念ですが、私はベジテリアンなので。ああ、そうなんですか。ね、韓国語では채식주의자ですけれども、菜食、ですね、채식。でも今グルメの話が出たので、で、채식、요새最近、채식에관련된우리뷔페도원래한국에다른나라처럼채식이별로 채식하시는 분들이 많이 안 계셨어요. 근데 요새 점점 채식주의자, 이제 건강을 생각해서 채식을 하시는 분들이 늘어서 우리 뷔페도 많이 생기고 있다고 하더라고요. 오, 나를 것도 베지타리안 용의 난데쇼, 그 그렇죠. 바이킹급. 할 때, 좋아요, 좋아요. 저도 들어본 적이 있는데 그 샐러드바 그막 뷔페 이런 거 말씀하시는 거죠. 그죠. 그다뭐 고기도 있긴 있어요. 오 니크 뭐 아니마스 그래도 뭐 지츠 아노 마메데 츠크다 오 니크 뭐 콩으로 만든 고기 이런 게 있어서 뭐 그런 고기도 먹고 뭐 샐러드 사나다 많고 이런 식으로 이런 뷔페도 요새 뭐좀 유행하고 있다고 하더라고요. 그 일본에서도 지금 제가 도쿄에 살고 있거든요. 도쿄에서도 원래는 2020년 2020년도에 그 올림픽이 있을 예정이었잖아요. 그래서 그런 베지터리언 카페 같은 게 엄청 많아졌거든요. 그래서 뭔가 신기하네요. 한국에서도 그런 거 있다고도 진짜 最新 という感じですね。どんどん出てくる。面白いですね。いいですね。のお話。サボ先生がコスメのお話をしてくれるということで。で、今한국 남성분들은 일단 제가 일본에서도 오래 살았고 지금 한국에서도 이제 거의 이제 9년 차 되고 있는데, 한국 남성분들이랑 일본 남성분들의 차이점은 그 코스메와 관련된 부분은 일본 남성분들은 뭐잘안 발라요. 뭐잘안 발라요. 그 그렇죠. 선크림이나 이런 것도 좀잘안 바르시는 것 같은데, 한국 남성분들은 기본적으로 이제 스킨하고 로션하고 이제 선크림 바르거나 비비 바르시는 분들도 계시는데, 요즘 저도 선크림 바르거든요. 근데 요즘 그런 코스메 남성들에게 인기가 엄청 많은 것이 있어요. 여러분들도 꼭 구매해 주시길 바라겠습니다. 남자친구나 아니면은 뭐 아버님, 가족분들한테 선물해도 굉장히 좋은 제품인데, 그 바비 브라운의 선크림이 있어요. 혹시 아세요? 쌤들 아시나요? 바비 브라운은 알아. 바비 브라운은 아세요? 거기에 선크림 있는데, 그게 그 백탁이 없어요. 얼굴이 하얘지는 게 없어요. 그리고 그러면서도 프라이머라는 모공을 가려주는 기능까지 있어요. 예. 그래서 피부도 예뻐 보이고 이제 그 자외선도 차단해주는 그런 자외선 차단제가 있는데, 그게 지금 이제 어떤 그런 블로그나 남성분들 그 요즘에 한국에서 화장품 랭킹하는 화해라는 앱이 있어요. 거기에서 남성 유저가 뽑는 자외선 차단제에서는 항상 이제 상위를 차지하고 있는 그런 제품입니다. 今、すごいちょっと面白かったですね。なんか、プラ先生からコスメの話が出てくるなんて思ってなかったんで。あ、今、で、한국 남자들은 약간 이런 거 공유 많이 해요. 그렇죠. 뭔가, 일본 남성분보다는 그, 화장 じゃないですけど、そのスキンケアにすごく力を入れてる、そういうイメージがあります。맞아. 네. 그렇죠. 한국 사람은 여성도 마찬가지죠. 미의 기준이
피부에있는것같아요피부맞아요맞아요네本当そうです韓国の方すごくお肌綺麗っていうので日本人からするとですね、なんであんなに綺麗なんですか？何を食べたらいいんですか？何を使ったらいいんですか？っていう、そういう質問を受けたこともしかしたらあると思うんですけれども、皆さんも。逆にですね、韓国人の友達の子とかによく聞くんですけど、日本人って肌いいよねって言われるんですよ。なので、お互いにですね、日本人と韓国人肌がいいと言い合っておりますので、お互いにいいことは共有し合いたいと思います。そうですね。なので、今、トラ先生がおすすめしてくださったのは、ボビーブラウンの BB クリームと、サンクリーム。あ、サンク、BB クリームじゃなくてサンクリームだけですね。サンクリーム。サンクリームだけ。ありがとうございます。僕ももう5個目ぐらいですね、今ので。ということで、ぜひ、남자친구한테선물을해주고싶은사람이계시면은 바비브라운 가서 サンクリーム사세요。꼭사시면좋을것같습니다。아、いい情報ですね。ありがとうございます、ではですね、どんどんちょっとお話し進めたいと思いまして、ジュジュ先生、ぜひジュジュ先生が今回皆さんに紹介したっていう流行っていること、そうですね、私、저는、요즘流行っている単語、유행어라고하죠、유행어를한번보면、죄송해요저혼자이보드를준비한것같은데 見てる方皆さんこれで学べますからね한글로勉強もしながら해볼게요1번우리원래유행했던거첫번째자아싸아싸뭐죠아싸아시는분들아싸아싸아싸아웃사이더네아웃사이더맞아요아웃사이더 아웃사이더어맞아맞아 자 아저는그냥아싸인줄알았어요아싸아싸발음이똑같아요 자이게첫번째로유행을했었고두번째우리자인싸뭐죠인사이더네인사이더아이들자요새유행하고있는거세번째마싸마싸마싸뭘까요마싸모르시는분들계실거예요그죠마싸는でしょうかね자私英語下手ですけれどもこれ覚えました今日のイベントのためにはい行きましょうかね자마이사이더이라는사이더그죠그래서마이사이더지금영어에서도의미가조금느껴지시죠보시면우리요즘은그 SNS 도잘안하고오히려유행에따라가지않고내가하고싶은거하고살겠다약간이러신분들이계세요그래서원래한국이조금단체문화죠단体文化の기가조금있는데요즘이제일본처럼좀개인문화이런거를좀즐기면서뭐여행도혼자가고히토리탑이돼있다리뭐映画も一人で見たりもう맛있는음식아까그우리뭐였지베지테리안레스토랑나도뭐히토리데이때다뱉다리그래서이런걸이제마이사마이사마사마이사이더이라고해서요요새단어가좀유행하고있다고하더라고요 근데제가궁금한게그러면은 마사는자신의길을가는확고한스타일을가지신분들이잖아요그죠그죠그런분들이아싸가되지않나요근데아싸같은경우는이제좀뭐인기도받고싶고그죠좀약간시선도받고싶고이런건데아싸는그런거나필요없어난완전내가나넘버원도아니고나혼자살아약간이런느낌으로내가즐겁고이런개인적인문화그죠남의시선을아예신경쓰지않는이런재밌다근데약간정말한국도약간슬슬이제단체주의가아니라약간개인적으로많이활동하시는분들이진감에따라서그런새로운단어가유행되는이런현상들굉장히재밌네요맞아요맞아요맞아요지금말씀해주신것처럼이게단지단어가유행한다기보다는우리사회적인현상에서이제그단체적인이런문화에서이제개인적인문화로점점이제바뀌어가고있기때문에이런우리마싸라는단어도나오고있다고하더라고요와 ね、見てくださってる方がどれだけ今理解してくださったかわからないんですけどすいませんちょっと簡単に説明すると先生が先ほど言ってたアッサ、インサ、マッサっていうそれぞれの言葉がありますまずアッサ、アウトサイダーということでちょっとこう活動的な感じの人のことを言いますよねアッサそしてインサっていうのはちょっとこうお家に
あのお家好きよっていう感じ、そんな感じの方ですよね。そしてマッサ、マイサイダーということで、自分のことを大切にして、もう自分がしたいように生きるよ、ご飯も一人で食べるしっていう、そういったワードが今韓国では流行っているという感じだよね。わあ、ちょっと面白い考え方だなと思います。そのアウトサイダー、インサーに関しても本当韓国ならではの表現かなと。근데원래아싸가그거아니에요아싸가아웃사이더약간그혼자외롭게지내는그런애들근데일본어로말못지잖아갔다그랬었대맞죠맞아요맞아인싸가요기합니다そんな感じですよね確か맞아맞아약간시끄러아面白いですね。いろんな表現が出てまいりますが、先生方はどれですか1、2、3 아다시다시들어야되나지금도あの聞いてるあの見てる方もぜひあの選んでいただきたいです。教えてください。1番アッサです。私は2番インサです。それとも私はいやいや私のことを考えて生きてるわマッサです。僕は1ですね。あ、1番。はいはいはい。えな先生どうですか。私は2番と3番の間なのかな。なるほど。ジュジュ先生はどうですか。今マッサになろうとしてますか。前からマッサって生まれてからマッサです。生まれながら生まれながらマッサです。すいません。私あの流行に乗ってるということですね。そうまさに、うん、あのタクさんもですね、マッサっていうワードを出してくださいます。ぜひ皆さん覚えていただきたいです。面白い単語ですね。さあ、あのマッサもありますが、その一人の時間を楽しむということで、今ね、あの韓国でもそうですけど、ジュジュ先生この前おっしゃってましたよね、あのおうちトレーニングが流行ってるっていうお話。うん、じゃあ네우리뭐요새요새홈트라고해서자홈트레이닝이라고하죠홈트레이닝이라고하는데그홈트족이라고해요홈트족네홈트레이닝을하고있는사람들이제홈트족이라고하는데네네근데뭐트레이닝우리뭐가있을까요선생님들집에서할수있는운동오지대느끼려고팔굽굽펴기팔굽혀펴기좋아요요가요가그렇죠요가좋아요이이네네그래서그럼요새그홈트족이점점늘어나고있는데그이유가뭘까요코로나코로나정답 너무빨리맞추셨어너무빨리맞추셨어 죄송해요정답이아닐거라고뭐지약간이런시간이필요한데뭐지약간이런시간아너무좋아너무좋아빨리맞추셨어너무빨랐어아너무좋아좋아그래서우리홈트레이닝이제늘어나고있어요점점늘어나고있죠코로나때문에그래서어제홈트족도늘어나고있고레깅스우리레깅스아시죠레깅스같은경우에는우리판매가300배증가를했대요그정도로이제코로나때문에집에서운동을많이하시니까레깅스외출도늘어나고말씀하신것처럼뭐요가요가유튜버들도요새인기많죠요가하시는분들도그런식으로요새좀요가나뭐홈트레이닝유행하고있다고하더라고요어떠세요요새운동하시는거계세요다들실제로저도운동하고있습니다짐은이가요저는스트레칭에가까운요가 아 예보여주실수있나요見せてもらえますか。あ、ね。おりょんねよ。지금。갑자기。갑자기。갑자기。お、전할수있어요。전보여드릴수있어요。지금。집에서하는거。갑자기。갑자기。立てます今。面白い。우리서있는거지금서있어요저다때맞을때어이만어진짜이거운동되죠힙운동느끼면서아손손을닦게돼네힙부앞부모힙부앞부모되게힙부앞부느끼는데어운동되게좋다고하더라고서있는게저도서서이제앞으로레슨을좀해봐야될까봐허리에도좋고코시니뭐리스크그래서이런거에도좋고네네座りっぱなしだとね、腰が痛くなりますから。あげすみだ、ちょうどいいです。あ、そう。おば、あの、皆さんが。
教えてくださいますが、あのジュジュ先生の健康法として、あの立っていること、家の中でも立っていること、まあ、授業されるときもそうですよね、結構先生ずっと立ってらっしゃいますもんね。実際にこう私もディスクってね、年のせいですね、はい、その何でしょう、やっていることは仕事でもそうですし勉強でもそうなんですけれども、効率を良くするために私はこのスタンディングデスクっていう風にしてるんですね。そうすると本当にやっぱりあの作業もはかどりますし、先生おっしゃってたみたいに、あの運動といいますか、普段ずっと座りっぱなしだと気分転換にもなるかなと思ってます。実ははい、ぜひおすすめの本通帳、先ほど出てきましたよね、本通帳、本通帳、本当じゃ、本当だ。本トレーニングじゃ、本トレーニングじゃ、すごいですね。レギンスの販売がぐぐっと、300倍増えて、すごいですね。300倍はすごいですね。日本でも確かにそのおうちトレーニングやりましょうとかそういったのずっと出てたりはするんですけど、基本的には何でしょう、もうやっぱり家でできちゃうから、もうレギンスとかじゃなくて部屋着でいいかなっていう、そういう感じなんですけど、なんかそこまでこだわってるのが何でしょう、韓国らしいなと思いました。あ、私からこだわればみたいな、まあもちろんね、そういう方は日本にもいらっしゃるとは思いますが、レギンスの販売が300倍も伸びた、面白いですね、うん、あれですね、やっぱりこう運動、これから運動しようとこう心を決めたら、まずこう服とか備えないと始まらないっていう、はい、もうそこ形から入って、ね、運動も充実させて、ぜひおうち時間ホームトレーニング、ホームトゥジョに皆さんもなっている方もいらっしゃると思うので、ぜひあの自分はこういうホームトレーニングやってますよっていうコメントとかもあったらぜひお願いいたします。ではですね、そんなホームトゥジョのお話が出たんですが、あ、お待ちくださいね、結構いろんなあれが来てました。あのさっきのインサアッサの話、うん、自分はインサですとかアッサです、アッサがですね 1、2名、半分半分ぐらいですね。半分ぐらい。今見てる方の半分半分ぐらいが、アウサイダーとインサイダーですね。でもコロナの影響でいい意味のマッサーになりましたねって言ってくださってます。タイタンマンさんはさっきからずっと見てくださってますからね。あ、タイタイさん。見てくださってます。なるみさんもさっきからずっとね見てくださってコメントくださってるんですけど、リングフィットやってます。楽しくゲームしながら、あのあれですか、ゲームで、あのちょっと運動できるゲームみたいなのがあるんですよ。それだと思います。リングフィットやってます。もういいですね。ゲームしながら運動できたら。ラッキーですよね。あ、任天堂などで。うんうんうん。ああ、そうだと、うん、いやいいですね、いいですね。ということで、先ほどそのホームツジョのお話が出たんですけど、うん、まあマッサー、ホームツジョ、まあ、自分の時間を大切にお家で過ごしてますよ。今まさにこの話題ですよね。どうしてもお家でいなければいけない時間が増える。まあその考え方としてちょっと似たような感じの考えで。ジナ先生がですね、ちょっと面白いワードをまた持ってきてくださってるんです。はい、はい、そうですね。ジュジュ선생님이말씀하신그홈트족에이어서저는이제요즘유행하는라이프스타일중에한국의욜로족이라고있어요. 욜로족. 욜로족. 네, 혹시 들어보셨어요? 욜로족이라고. 들어는 네. 봤어요. 네, 정확히 들어는 봤어요. 네. 네. 그래서그욜로라고하는뜻을먼저보면이것도또영어이긴한데저도영어발음이좋지는 않지만네네 You only live once 라고하는그영어의앞글자를따서욜로라고한다고해요네욜로그래서인생은단한번뿐이다그러니까지금을마음껏즐기자라고하는그런라이프스타일이라고하는데요네예맞아요욜로욜로皆さん욜로ですよ you only live once you only live once 네 once 실화 you only live once 네인생은한번뿐이다네
근데 원래는 이제 저도 그렇지만 대부분은 좀 더 나은 미래를 위해서 지금 당장 먹고 싶은 것 참고 사고 싶은 것 참고 또 가고 싶은 것 참고 그래서 열심히 일해서 돈 모아서 나중에 나중에 정말 행복을 누려야지라고 하면서 살아왔는데 요즘 라이프 스타일은 다르다고 하더라고요. 네, 왜냐하면 내일 내가 당장 죽을지도 몰라. 네, 맞습니다. 네, 내일 감사합니다. 네. 내일 당장 죽을지도 모르는데 미래를 위해서 살기보다는 지금 현실에 충실하자라고 하는 그런 라이프 스타일을 살아가는 사람들을 네, 욜로족이라고 이야기한다고 하는데요. 과연 그러면 이제 여기 계시는 또 선생님들과 그리고 지금 또 시청을 해주고 계시는 우리 학생분들은 나는 욜로족에 가까운가 아니면 욜로족과는 멀다 인가를 좀 이야기 나누고 싶거든요. 근데 제가 이제 인터넷 제가 인터넷을 이제 검색을 해보니까 그 욜로족의 라이프 스타일의 그 대표적인 예가 몇 가지 있더라고요. 그래서 제가 지금부터 그 예를 몇 가지 이야기를 해드리겠습니다. 그래서 그 예를 들어보시면서 아 나는 욜로족인지 아닌지를 한번 생각해 보시면 좋을 것 같아요. ありがとうございます。皆さん今見てる方聞き取れましたかね。YOLO You only live once ということで自分はもうこの人生は一度きりだということで自分の人生を楽しんでるかどうかというお話なんですけれども、うん、今からあの先生がいくつかそのヨロだなっていう感じヨロ族に近いヨロ族だ、うん、っていう風な例を挙げてくださりそうなのでぜひ皆さんコメント残してくださいね、うん、で먼저첫번째가까운시일예를들어서뭐지금은코로나때문에불가능하겠지만뭐내년아니면뭐3년이나5년뒤에지금하는일을그만두고세계여행을떠날계획을갖고있다오이게첫번째요네日本語で説明した方がいいんですよね。あ、ね、まず最初大丈夫ですか？まず最初はあのまあ、来年、あとは3年、5年後、うん、今の会社を辞めてですね、世界旅行をする計画を今立てている。うん。うん。じゃあ、2번갈게요。2번。세달치월급에해당하는、네、세달치월급에해당하는아주비싼자전거를산다。또는살수있다。うん。2番説明いきますね、はい、3ヶ月分ぐらい の, その給料ですね使ってあの高い自転車とか、まあ、そういうものを普通に買える、うん、またはこれから買うつもりであるじゃあ그러면3번갈게요、うん、건강한음식보다는지금당장먹고싶은음식을먹는편이다오3番はですね、健康を考えるよりは、もう健康にあんまり良くないかもしれないんだけど、今すぐ食べたい料理を食べる方である。うん。ね。じゃあ、그럼4번갈게요。4번은、오늘행복을위해서、고급레스토랑에서비싼음식을먹는데돈이아깝지않다。うん。4番いきますね。今日の幸せのためにですね、本当に高級レストランで高い料理を頼んでも全然お金がですね、なんて言うんですか、惜しくない。お金が惜しくない。はい。ではもう一回まとめますよ。まず、はい、よろぞくかどうかって、これチェックですよね。チェックが。チェック。まあ今、あのインターネットでこう流れてる、大体よろぞくのこうライフスタイル。ライフスタイル、ヨロ族のライフスタイルが、まず1番、世界旅行に行く計画がある、まあ、今後ですね。これのが終わって大事なのは、ポイントは、今仕事を辞めてですね。辞めて。仕事を辞めて、世界旅行に行く計画がある。2番、3ヶ月分の給料を使って、何かを買える、買おうとするっていうことができる。3番、今食べたいものを優先させる。
まあ、その健康のためにとかじゃなくて、今これが食べたいからこれを食べる、そういうふうに、うん、4番が今日の、幸せのため、まあ、今日だけだからとかではなく、もう本当に今を幸せに生きたいから、この高級な料理を食べたい、食べるっていうふうな選択ができるかどうかっていうことですよね。さあ、皆さんどうでしょう。先生方もぜひお考えください。ジュジュ先生님은어때요？저는아3번맞쓰고어나머지는다뭐라고하죠이거삼각오오여러여러족にはちょっとこう遠のいてる。아네나제가또요또1번회사를그만두고여행을가다になったら여행을가는이유가뭔가他のプランがあってこれが計画の一つだったら行きます。ただこの楽しみに行かなくて、で、サダもなんかご褒美、これもご褒美だったら、でもかもっと頑張ろうという意味で、二番と四番の意味で、はいはい。トラ先生。네저도다 X 저는다 X 예요네저도다 X 로꼽았고뭔가스무살초반에는그렇게살았어요스무살초반에는맨날햄버거먹고맨날짜장면먹고그렇게살았는데살도찌고약간피부도안좋아지고그래서아이렇게살면안되겠구나싶어서예저는여러쪽이안맞는것같습니다질문했어요토라선생님아이너서스무살초반아니세요아저지금 네지금중반이에요중반뭐얼마지나지않았네요 네, 네아근데진짜그렇게살면안되겠다싶더라고요약간벌써물론저기나쁜건아닌데저한테는좀잘안맞는것같은그런느낌을받아가지고実際にそうですね今ですねヒロさんヒロ88님께서3번나는3번 っていう風に来てるんですけど、3番のその今食べたいものを優先させるっていうのはすごく当てはまるみたいです후회하지않도록먹고싶은것을지켜실컷먹어요 맞아요맞아요히로씨드시는거되게좋아하셔가지고 맞아요맞아요맞아요この 리나 선생この4つに当てはまる人が여러족に近いという話そうですね大体こういうライフスタイルの方を여러족と言ってるっていうのではいはい하지만저는조금생각이달라요조금생각이다른게저는그지금한번뿐인인생이니까지금이순간을최대한즐기자라고하는라이프스타일에는굉장히찬성을해요그리고저도그러한인생을살고싶은데하지만미래를생각하지않고지금 당장만생각을하면서뭔가계획없이뭐돈을많이쓴다든지뭐내일은나에게는내일은없어나에게는오직오늘뿐이야라고하는것은조금다른의미이지않나그래서행복이라고하는부분을좀생각을하게되는데요꼭돈을써야지만행복한건아니다라는생각이들었어요그래서저는욜로족의의미자체는굉장히좋다고생각을하는데약간그한국에서그말하는욜로족의라이프스타일이좀그런돈을소비하는쪽으로치우친게아닐까라는생각을좀하게되더라고요네深いですね。여러族のことを考えると、なんかすごくなんでしょうこのやっぱりお家にいる時間が増えると自分と向き合う時間っていうのがすごく増えたと皆さん思うんですね。そんな中でこの여러族に関して自分は当てはまるかそうでないか、でもこんな風な生き方してみたいなっていう風に考えるいいきっかけかなと思います。面白いですね。そして先生もちな先生がご紹介したい本があるということで。そうですね。오늘도욜로족에대해서이야기를했는데요。그제가2년 전에출판된책을좀소개를해드리려고해요。일본어판으로는나왔는지모르겠지만한국어타이틀은설은결혼대신야반도주라고하는책이있어요그야반도주라는뜻은그밤에몰래도망을가는것
밤에 몰래 도망을 가는 걸 약간도주라고 하는데 보통 이제 서른 살이 되면 우리가 이제 앞으로 결혼도 해야 되고 예, 미래를 생각을 해서 또 그럼 돈을 더 모으거나 더 열심히 일을 하려고 하잖아요. 그런데 이 책의 주인공인 이 두 사람은 여성인데요. 예, 그 10년 동안 이제 친구로 지내던 이 친구 두 사람이 갑자기 5년 동안 다니던 회사를 그만두고 갑자기 세계 여행을 떠나는 이야기예요. 예, 그런데 거의 뭐 718일이기 때문에 거의 2년이죠. 2년 동안 전 세계 중에서 24개국이라고 하는 그 굉장한 또 많은 나라를 여행하면서 일어나는 여러 가지 에피소드가 예, 굉장히 재미있는 그런 책입니다. 그래서 혹시나 나는 욜로족의 인생을 살고 싶지만 현실상 불가능하다. 그래서 우리 모두 한 번쯤은 생각할 것 같아요. 아 정말 지금 하는 일 다 그만두고 세계 여행 떠나고 싶다. 네, 한 번쯤은 다 생각을 하실 것 같은데요. 네, 그런 분들에게 이 책을 추천을 합니다. 네. 보고 싶어요. 네. 읽어보고 싶어. 네. 결혼 대신 야반도주. 결혼 대신 야반도주. 그 책 표지에 보면요. 책 표지에 보면 그 글귀가 굉장히 눈에 띄는데요. 잠깐 소개를 해드리면 갈까 말까 할 때는 가자. 할까 말까 할 때는 하자. 라고 하는 글귀가 있습니다. 그래서 니혼고 내요 또 뭔가 이고까 이까나이까 고나야무도키와 뭐 이고 나도 뭔가 쓸까 뭔가 시오까 시나이까 나야무도키와 시오 こうですね。文字ですか？文字が書いてあります。とても印象に残りました。なるほど。今皆さん聞いてた、韓国語を聞き取れた方もいらっしゃるかなと思いますが、ちょっと簡単にまとめますと、ヨロジョになりたいけどなれない。でもそんな人、一度は、もう全部今やってる仕事も何もかも投げ出して、どっか行きたい、もう世界旅行にも行きたい。っていう風な考えに陥るかと思います。そんな方におすすめしたい本が、ソルン・キョロン・デ・シン・ヤ・バンド・ツーという韓国の本みたいです。ぜひ、まあ、ちょっと日本で出てるかどうかがまだ定かではないですけれども、韓国語を勉強する上で、ちょっと本を使って読みながら勉強してみたいなっていう方もぜひいらっしゃると思うので、韓国に行った際にぜひ探してみてください。ソルン・キョロン・デ・シン・ヤ・バンド・ツー。ありがとうございます。ちょっと面白いお話が聞きましたね。皆さんどうでした？ヨロだったり、グルメの話も、お化粧品のお話も、して、ホームテージョマッサー、いろいろ出てきましたよね。なんか流行というよりは、本当に今流行っている、まあ、流行といいますか、マッサー、自分のことに向き合う時間というような、ちょっと真剣なお時間でしたが、どうでしたでしょうか。굉장히많은걸배웠습니다。저도이제율로족이돼야되지않을까。가끔은가끔율로족이돼야되지않을까。많이감명깊게들었습니다。そうですそうです。いいですね。주주先生どうですか。저도정말많은걸알게됐고요。정말뜻깊은시간이었다고생각하고 그리고아까욜로족에대해서사실전조금부정적인이미지가있었어요살짝왜냐하면조금아무래도생각이다르다보니까조금이해는하지만좀왜그러지이런생각을했는데아까설명너무잘해주셔가지고이렇게생각할수도있구나또이렇게생각하면또굉장히좋은의미인것같더라고요그래서욜로족좀도전해보겠습니다감사합니다ジナ先生、どうでしたか？皆さんのお話聞きながら。오늘너무즐거웠어요。처음에굉장히또긴장도많이했는데、또이렇게또선생님들과함께또자연스럽게이야기를나눌수있어가지고너무좋았었고、네、저도사실이욜로족이라고하는이테마에대해서조금알아보면서정말지금한번뿐인인생이기때문에
어쨌든최선을다해서살아가자라고하는좀생각을할수가있었습니다그래서좋은기회가될수있었어요감사합니다아리가토고자이마스なんとですね、ベン・ヤスコさんからも自分の生き方か、幸せを考えながら生きる余裕があるのはいいですね。いろんな考えを知ることもカフェトークの先生方から学べます。これもカフェトークの良さですね。といういいコメントをいただきました。わー、テクル、진짜대박이네요。もうありがとうございます。そう言っていただけるとですね、ね、先生たちともいっぱい話していただきたいですし、持ってきましたよ。ちょっと読めないんですけれども、文中先生に過ごしすみだ、ちょっとすみだ。あちめ、朝あの授業を受けてくださったあの生徒さんで、なんか、ハジュセ、見てください、見てください。あ、そうなんだ。感謝で、챙겨봐주시는분들도계시더라고요너무너무감사드리고요감사합니다벌써다시간이됐습니다사실은아깝죠またこのような、今ですね、40分間も本当にあっという間だったんですけれども、今日1時からずっと見てくださっている方、本当にありがとうございます。今回この韓国語のイベントということで、皆さんにもっともっと韓国を身近に楽しんでいただきたいということで、イベント開催につながりました。ぜひ今回ですね、気になった先生方とは1回レッスンを受けてみてはいかがでしょうか。ということで、また次回もこのようなイベントが開催できたらなと思います。本日は3人の先生方と最後お送りいたしました。皆さんご視聴ありがとうございました。감사합니다。감사합니다。ではまた。감사합니다。다음에또봬요。수고하셨습니다。수고하셨습니다。감사합니다。시청해주셔서 감사합니다、여러분들。감사합니다。ひろし、감사해요。